天間基地のキャンプシュワブ沿岸部への移設問題で、ワシントンで日米の事務レベル協議が行われ、滑走路の形などをめぐって紛糾しました。専門家協議と呼ばれるこの会議は19日、審議官級も加わり大詰めを迎えています。アメリカ側は現行の V 字型の滑走路を辺野古崎に置く案が最善という考えを変えていません。一方で日本側は I 字型の滑走路案の方が埋め立て地を 25% 減らせるなど環境への負担が軽いなどと主張しています。5月の日米共同声明では、今月末までに位置や工法などの検討を終えるとしています。来週東京で最終的にまとめるとしている報告書では、結論を絞らず V 字、I 字2つの案を併記して、それぞれの長所短所などを挙げる形になります。今回の協議では報告書の発表の仕方をめぐっても日米が折り合わず、厳しい交渉が続いています。